それの名前は秘密基地。誰も知らない僕たちだけの世界がある。いつもの道をとことこ歩く。君の声に導かれ、ちょいと脇道それてみれば、たどり着くのは不思議空間。いらないものが積み上げられ、かけがえのないものが積み上がる。積み上げられた常識を打ち捨てて、最低限の良識だけ拾い集める。ここは僕たちだけの秘密の世界。誰にも邪魔はできないよ。ここは僕たちだけの秘密の世界。最初からここにいたんだ、きっと。大好きなお菓子はたくさんあるし、大嫌いな人参も全然見当たらない。大好きな君もいるし、大嫌いなあれもいない。そしてその中心に僕がいる。それで世界は完成しているじゃないか。素晴らしい。あまりおしゃべりが過ぎるのも良くないので、最後に一つ。秘密基地にはルールがあった。それは、そのせいについて触れてはいけないというタブー。それを口に出した瞬間、この場所はあっという間に消えてしまうだろう。それはきっとこの空間を作ったファンタジーやノスタルジーという言葉にすがりたい誰かのちょっと意地悪なルールなのかもしれない。誰も嫌な現実になんて帰りたくないよね。